あるところに大西隆弘というベーシストが住んでおったそうな。大西は毎日毎日アルバイトをしながら自分のバンドをやっているようなメタル青年だった。ある日のことじゃ、一本の電話が大西の家にかかってきたんじゃ。おーい、大西どーん、今何をやっとるんじゃ。おー、久しぶりじゃ。わしか、今何もやっておらんぞ。そうか、そうか。では今自分のバンドにベーシストがいなくなったんじゃ。よかったら聞きに来てはくれんかの。おー、そういうことならば全然大丈夫じゃ。前からベースをやりたくてうずうずしておっての願ったり叶ったりじゃ。で、いつじゃ。メンバーにそのことを話して了解を得てから日にちを決める。それまで待ってはくださらんか。おお、大丈夫じゃ。いつでも、いつでも大丈夫じゃ。こうして大西はパニティダンスというバンドに加入することになったんじゃ。めでたし、めでたし。よいしょと。というわけでございまして、始まりました。どうも、おきなでございます。本日は大西自助伝。はい、大西隆弘の自助伝のナンバー3でございますね。はい、こちら、やっていきます。はい、というわけでございまして、今ね、ちょっと深夜なので、あんまり大きな声が出せないんですが、申し訳ないんですけども、やっていきたいと思います。はい、というわけでございまして、前回話しました、1993年のお話でございます。はい、ここでターニングポイントを迎えるわけでございますね、私。はい。つまり、バニティダンス、まあ、VD に加入してですね、とうとう、あれですね、ちょっと転換期を迎えまして、ダーンとロケットスタート、この時期から始めます。はい。というのも、まあ、及川光弘、まあ、及ちゃんとですね、初めて、会うわけでございますね。まあ、先ほどの、ちょっとね、パロッタムービーで、分かる通りですね、そういう出会いがありまして、まあ、某狛江のスタジオに行きまして、まあ、ベースを持ってね、こう行ったわけですよ。そしたら、メンバーがね、最初はすごい冷たかったの。ほら、メタル少年で髪長くて、場違い、もう明らかに場違いな感じだったんだけど、はーん、みたいな。どうせメタルしか弾かねえんだろうみたいな。で、VD ってどういうバンドだったかっていうと、まあ、バニティダンスっていうぐらいで、まあ、プリンスみたいな、黒人系のね、いわゆるちょっと、オシャンティーなファンクバンドだったんですよ。なんで、でもね、私、すごく、まあ、あれなんですけども、めっちゃ好きだったんですよ。ブラックミュージック。なんで、実を言うと、メタルの練習よりもブラックミュージックばっかり練習してた時期がありまして。で、それが、うまくいったんでしょうね。なんかね。で、音を合わせるじゃないですか。音を合わせた時、みんなの顔色がガラッと変わって、英語になるわけですよ。もう、今までなんだこいつっていうような感じで見られてたのがですね。あれは忘れられないなぁ。ほんとな。してやったりな感じでしたね。はい。というわけでございまして。それで、ないですね。まあ、最初にこういう曲をあるんだけどって渡されて、譜面渡されて、まあとりあえず感じが分かんない結果ちょっと流してみてって言ってたのが、理想論です。はい、そうだったんです。で、その当時理想論って、まあ
SBR とかもね、実はやってたんですけども、おいちゃんのね、ファーストアルバムの中に何曲か入ってる曲、半分ぐらいは多分 VD というバンドでやってました。まあ、おいちゃんが作った曲だからね。はい。なんで、SBR と、イソーの、あと何かあったかな？あと、求めすぎてる僕がやってたかな？なんか、うん、なんか、やってたような気がする。なんか、記憶ごめんね、曖昧で。とりあえずですね、もうかなり前の話なんでね、何やったかなって今、ちょっと今、って感じなんですけども、まあとりあえず、理想論と SDR はすごい思い出深いんで、やってました。で、まあそれで理想論をやってね、みんながもう、うなずきながらもう笑顔でやってるわけですよ。はい。で、多分すごい斬新だったんだと思います。メタルなんじゃなくて、なんでこんなになんかすごいグルービーなサウンドを出すんだろうっつってね、なんかみんなすげえ喜んでくれて思い出しますね、ほんとね。はい。で、すごくいいよっつって、おいちゃんが、俺タカって言われたんですけど、タカすごくいいよっつって、この見た目のもうギャップがすごくいいっつって、それで即決です。はい。おいちゃんの通路一声で、はい。ということで、ここから VD の伝説が始まるわけでございますね。VD、この時にも確かに、おいちゃんすごい人気があって、それでも、そうですね、まあ、100人来ないぐらいだったんですよ。はい。で、私が加入して、それで、いろいろ、こう、小手入れをさせていただいたんですよね。俺も、やっぱメンバーなんで、いろいろ意見させてもらって、はい。で、その中の一番大きな固定入れは、実は人理想論なんですよ。今の理想論、皆さんが知ってる理想論。実は、最初俺が入った時は、SDR と同じぐらいの速度だったんですよね。僕のせいざを聞いて、自分のと比べてっていうぐらいの速さだったんです。で、なんですけども、一番最初の、そうですね、バニティダンスのテーマみたいなのがあるんですよ。はい。で、それをやった後に、なんかうまく繋がんなかったんですよね。それで、どうせだったらバニティダンスのテーマと同じような、ガデン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 っていう、ちょっとね、なんていうんですかね、55ですね。はい。まあ、いわゆる昔で言うと55。はい。55っていう、ジャンルがあるんですけども、それを取り入れようよって言って、うまくドハマりして、ボイちゃんがすごい気に入ってくれたんですよね。だってほら、歌ってる時言葉がすごい詰まってるんですよ、あの曲。なんで落ち着いて歌ってられるし、で、お客様にね、こうすっごい伝わるみたいで高評価だったんですよ。はい。で、多分ね、その後皆さんね、新しく葵ちゃんのアルバムに入ってる理想論を聴いてる方はわかると思いますけども、あれはもともとの SDR ぐらい活気のあるすごい速い曲だったんですよ。はい。それが、ああいう風になったのは、多分、おいちゃんそのまま気に入ってくれて、リズムを活かしてくれてるだけだったんだと思うんですけども、すごくね、とりあえず反応すごい良かったんです。で、そこからですね、あれ、もう理想論と、SDR はもう2枚看板ですよね。はい。もう、絶対最初から終わり、どちらか入れ替えてやってるっていう状態で、確かやってましたね。で、まあ、そうですね、大体、ライブもですね、どんどんこう間隔が短くなっていって、最後の1993年の終わりぐらいにはもう月1ペースぐらいな感じでやってたかな、確か。なんかちょっとうろ覚えでごめんなさいね。なんか、って感じなんだけど、だからとりあえず結構な頻度でやってたと思います。で、そこで、いつだったかな、でも1993年の年末あたりだと思うんですけども、ここである人と出会うんですよね。アース&ウィンド・ザ・ファイターズっていう、で、合ってんのかな、うん。っていう人がいてですね。この、ベースの人、島根さんでしたっけな、あれ島根さんですよね。はい。あれ島津だったかな、まあ、ちょっと覚えてないんですけど、申し訳ないです。あれだったんですよ。ミーシャの、後々、アレンジャーになる方なんですけども、この、ベースを弾いてまして、そこのバンドが。で、そこで、昔僕、まあ、この前に話したミューズで、原田知恵ちゃんと同じ、教員をやってたっていう話をしたんですけども、実を言うと、秋元さんも、同じ教員だったんですよね。
ね、まあよく3人でね、よくワーワーやってたんですけど、その時に知り合ってたんですけど、おー、久しぶりだねって形で、何、俺のライブを見てくれて、たまたま、本当に偶然にたまたま。で、今度仕事を受けるんだけどやるって、言われてですね、それで、うん、やるやるって言って、ただオーディションだよって話になって、オーディションを受けて、それも受かったんですよ。それで、初仕事としてあったのが、まあ、イースタンゲイルっていう、レコード会社がね、新しく立ち上がって、そこから新しいアーティストが出るから、それでツアーメンバーやってみないかって話になったわけですね。それが、須藤明ちゃんですね。はい。この時に、1994年、須藤明さんですね。夢は諦めないで、だっけ。なんか、確かそんな曲だったような気がするんですけど、そこで、初めて、ツアーメンバーをやることになります。はい。すごいでしょ？すごい NEC ですよね。はい。まあ、というわけでございまして、まあ、VD から派生した、ライブを日々日々やってて、それで、そこで、いいライブやってるねって話になって、よかったやってみないかっていうことで、オーディションに来いよって言われて、オーディションに受かって、須藤明さんのツアーメンバーになったのが、これですね。で、もちろん、PV、まあ、いわゆるプロモーションビデオにも出させていただいてます。はい。で、これね、まあ、ね、やってるんですけど、で、ちなみに秋元さんっていうのは、今、春ですね。この春も、すごくつながりがあってですね、まあ、この後に話す、今後ね、この話すマジェスティの、清水さんが最初に在籍してたプロデュース集団なんですよね。はい。で、マジェスティ辞めてから春に入ってるんですけども、はい。で、その後に秋元さんが、実は春に入ってて、現在も多分春に在籍してると思います。まあ、ちょっと調べてないからあれなんですけど、多分入ってるんじゃないかなと思います。まあ、そういう秋元さんっていう人ですね。岩城浩一みたいな顔した、すごいイケメンなんですけども、はい。兄貴と呼んでてですね、この人のね、髪切ってあげたりとかね、俺、いろいろ遊びに行っては、たか髪切って、つって、俺、美容師の息子なんで、まあね、ちょっとわかるんで、勝手にパパパって髪切ってあげたりとか、ご飯作ってあげたりとか、なんか、女房みたいな、なんかね、坊やのような、なんとも言えない、なんか面白い関係でね、なんかいろいろ、この後も、いろいろ、なんつうんですかね、交流持ってたんですけども、はい、すごくお世話になった方です。はい。私にとっては本当に恩人ですね。はい。秋元直哉さん。いやー、ほんとね、素晴らしいですね。はい。ということでございまして。で、この時に、透明版なんですけどね、須藤明さんの、ライブをやりました。で、その時にね、知り合った人がもう一人いまして、俺はほら、もうアイドル大好きだったんですけども、桑田靖子さんという人と、はい、実は桑田靖子さんもこの時アイドル活動というよりはどちらかというとアーティストのサポート役の仕事をやってまして、で、それでここで初めて会うわけですね。コーラスのお姉さんとして初めて会うわけです。いや、俺もう緊張しましたよ。だってブラウン管で見てたアイドルの方が目の前にいますからね。ね、本当にもうやばいわと思って。マリンバーとかね、つって。まあ、桑田靖子さんって言ったらマリンバーなんですけども。いや、本当にね、靖子姉さんはね、本当に、全然変わらないで、その時はね、ちょっとね、ボーイッシュな感じでデビューしてたんですけども、それで、その時、初めて会った時は、こう、なんだか、ソバージュみたいな、ソバージュって言ったら、今はちょっとあれなのかな、ちょっと時代的に違うのかな。まあ、とりあえずパーマーかけてて、ちょっと伸びた感じで。ちょっと大人な雰囲気な感じで、はい、いや、とても、うわぁ、桑田靖子だよって内心思ってドキドキしたのを覚えてます。はい、というわけでございまして、まあ、とりあえずですね、桑田靖子さん、本当に歌が上手くてですね、アイドルの中でも多分飛び抜けて歌が上手い人なんで、とてもいいコーラスの仕事をね、されてて、でプロ意識もすごい強くてですね、すごく勉強になりました。はい。で、もう、ここで、秋元さんのところで、いわゆる、これはダメだ、あれやっちゃダメだとか、こういうことに気をつけろとか、いろはを教わったのは間違いないです。なんで、本当に、秋元さんいなかったら今の俺ないです。本当に、そんぐらい、本当に感謝しても、し尽くせないぐらい、はい。
まあいろいろね教えていただきましたけども、本当にね、いや器用なんですよね。まあアレンジャーやってるだけあって、ベースも弾けるし、ギターも弾けるし、ドラムもできるし、いやー、もうで顔もいいでしょ。本当にどんだけだよっていうね、世の中ねこういう化け物の人がね牛耳ってますから世の中。まあとりあえずすごい人です。まあとりあえずですね、そういうわけでいろんな出会いがあって。はい、で、アキラちゃんはアキラちゃんでね、すごい綺麗な人で、もともとももこクラブだったっけな、これ言ってるのか分かんないけど、はい、まあ確かそういう形で、まあね、多分公言はしてると思うので大丈夫だと思うんですけども、そういうアイドルユニットから、アイドルグループから出てきて、初めてロックシンガーとして出るわけですね。はい。でイースタンゲイルってどういう会社かっていうと、いわゆるビーイング系のあれ会社でございます。まあその時にはね、ものすごいビーイングっつったらもうすごかったですかね。ザードさんもそうだし、本当にすごい勢いでしたね。で名古屋でやった時にね、見に来られたんですよね。すげー緊張しましたね。覚えてます。しかもこれ俺初仕事だったんですよね。ほぼほぼこのなんだろう、このツアーメンバーっていうのは初めてだったんですよ。はい。で今まではスポットスポットのこの仕事でやってて、都内でライブやるから、ね、から地方にこう何こう行くってことがあんまりなかったんですよね。でこの時にまあね、まだ24歳ですから全然あれだったんですけども、経験がねここですごい山積みされます。はい。まあこのおかげで今の僕は本当に完成されたと言っても過言ではないんでしょうか。はい、はい。それでですね、この94年にですね、まあ大井ちゃんともうやってたVD ですね、この VD が勝負に出ます。今までねこういうところでもういろんな人と対バンしてたんですけども、例えばデラックスの昼夜さんとかもやりましたしね、いろいろやりましたね。はい。対バンさせていただいて、それで手応えをだいぶ掴んできたところで、じゃあレコード会社さん、ちょっといろいろ、誘ってやってみようと。で、あれですね。まあ、裏の方ね、裏でこう動いてくれる方がいてですね、うまく話がまとまって、オンエアウエストで、ライブをやろうと。いうことになりまして、でそれに向けて頑張ってたんですよね。それでライブ自体はものすごい大盛況で、今まで過去一の、あれでしたしね、集客数で本当にありがたかったですね。すごい大盛り上がりで、はい、終わったわけでございますよ。はい。それで16社ぐらいですね、結果的にうちでデビューしてみないかっていう話があったんですけども、ただ全てがね、なんかやっぱお話を聞くとね、本当になんかいろいろな条件があってですね、うまくこう揃わなかったんですよね。はい。でそのお話がまあきっかけといえばそうなんですけども、まあいろいろメンバーとの考え方がどんどん変わってきちゃうわけですね。おお、どういうかな、メンバーのねあれが変わってきちゃうわけですね。まあこれはしょうがない。うちはこういう風に行きたいってね。では、いやいや、俺はこういう風に行きたいんだっていう風になっちゃうのはしょうがないことなんですけど。はい。まあ、なので、最終的に VD は解散することになってしまいます。はい。まあでも解散してなかったら多分今のおいちゃんはないとは思うんですよね。はい。おいちゃんはね、とてもすごくてですね、なんて言ってるのか、どこまで喋っていいのかわかんないんだけど、一応ね、今も活躍してるしね。まあ、あんまりね、プライベートなことは言いたくないので、言いませんけども、申し訳ないですね。すいません。それを待ち焦がれてる方もいるとは思うんですけども、そういうとこはね、僕はあんまり、喋りたくないので、あれなんですけども、ただ、ライブに臨む姿勢としては、とてもすごかったです。プロでした。はい。で、VD、特に、おいか、ね、おいちゃんがね、こう、目指してたとこって、やっぱプリンスなんですよ。やっぱりプリンスかっこいいじゃないですか。やっぱ。なんで、当時からもうへそ出しでね、すごい、衣装まで自分で作ってましたから、すごいですよ。
本当にすごい、すげえなみたいなねであとちょっとしたいエピソードですけども、あのこのウィニーのアルバム作った時に、あのアルバム1個あるんですけども、まあ当時ね、あの今 CD ですけどね、あの当時カセットテープみたいなMD とか、本当にそういう時代の話ですから、そういう時のあれなので、今ね全然残ってないんですけども、ちょうどこの VD のアルバムを作るっていう話になった時にレコーディングを初めてやるわけですよね。そしたらおいちゃん衣装に着替え始めるんですよね。すごいですよ、衣装着ないと歌えないって、自分が出ちゃうっつって、すごいでしょこれ、自分が出ちゃう、だからミッチーになれないから、僕は衣装着てやらなきゃダメなんだっつって、全部衣装着てやってました。でしかも振り付けまでしながら、だからチャラチャラしたするんで、できるだけもうちょっと小さな踊りをやりながらこう歌うわけですよ。そういう形じゃないと歌が歌えないっていう、もうそこまで徹底してましたね。いや本当尊敬に値する人ですよ。本当にすごい努力家です。僕はそういう姿を見てるから、こうすごく苦しんでる時とかあるのを見かけてるんですよ。本当にね、だからなんだろうな、うまく言えないんだけど、すごく今でもだから俺はすごく応援してます。本当に結構リスペクトしてますね。こういう人ってなかなかいません。いいボーカリストに会えたなって今では思っています。そうなんですよ。めちゃくちゃね、本当にね、いいですよね。本当に。で、やっぱり演技もね、もう素晴らしいですよね。やっぱ演技がやっぱすごいのかな。でもすごくね、歌もね、歌詞もすごい。歌詞もね、相当書き直してますからね。作ってから、なかなか、その製品ってわけじゃないですけど、その表に出るまでに相当時間かかってますね。例えば、思い出深い話で言うと、僕のゼリーっていう曲があると思うんですけど、あれ結局 VD ではやんなかったんですよ。でも1993年ぐらいかな、お正月ぐらいの時に突然うちに遊びに来てですね、ちょっとタカ聞いてくれっつって、渡されて、でカセットがちゃんと聞いたら僕のゼリーが流れてくるわけですよ。僕はゼリーとかで歌ってるんですよね。でもね、あれこれ本当に衝撃が走りましたね。でまだ出来たてのほやほやだから、まだ歌詞が兼ねてないんだけどっていう話で、僕はゼリーっていうところだけね、できてるんだって話して、で今だからいろいろ、でもほぼほぼできてたような気がするんだけどな。確か前聞いた時にほぼほぼ同じななんて思ったんで、まあだから言葉のその使い方とか特に、ものすごくこだわってた人です。で今でも多分こだわってると思いますね、そこら辺は。まあで今音楽活動をちゃんとやってるのかわかんないんだけど、まあやれるチャンスがあったらね、俺も一緒にもう一回ねやってみたいなって思えるぐらい素晴らしいボーカリストです。というわけでございまして、まあほぼほぼエピソードは言っちゃったかな。まあそうね。っていうのもここで知り合ったいわゆるその音楽関係のスタッフの方とか、ものすごい量ですね。でまあとりあえず感謝しかないですね。まあこの後にですね、私もデビューになるわけですが、でそこでまあ劇的にまたね、おいちゃんと出会うわけですよ。しかも名古屋のレインボーホール、今の外資ホールですね、外資ホールのライブ一緒にやることになるんですよ。これはねなかなか感動的でしたね。うわあつってすごい楽しみだったんですね。でもその時ってそのね、俺がやってたバンドでは結構一大事なことがいろいろあってですね、まあ そうですね、この後の話はまた次の動画でしたいなと思うんですけども、いろいろ大変でした。
はい、まあそうですね、とりあえずまとめるとこの、なんだこの VD っていうバンドは俺の中でかなりのターニングポイントを占めたバンドです。はい、後にも先にもこんなバンドはないと思います。はい、っていうぐらいあのかけがえのない思い出深いバンドです。はい、今までと全然手応えが違いましたからね。自分が指導したバンドの中で一番つかね、自分がこう指導したっていうか自分がこう加わったりとか、はい、いった中で一番手応えを感じた、一番最初に手応えを感じたバンドですね。俺もしかしていけるかもしれないですって、はい、でまあいい思い出ですね、本当にね。というわけでございまして、まあ今回はこれ、ここら辺、あ、今回はね、ここら辺までにしようかなと思うんですけども。はい。次回はですね、とうとう私、デビューいたします。はい。というわけでございまして、大西隆弘地上伝その4は、マジェスティ編ですね。はい。これもね、いろいろありましたね。本当にありました。はい。まあ、とりあえずですね、今回は、ここら辺にしたいと思います。もしもこのチャンネルが良かったなと思ったら、あれですね、チャンネル登録と、高評価ボタン、いいね、よろしくお願いいたします。というわけでございまして、今回はこれまで。アディオス。